わかりますか皆さん、八代からですね来てくれましたトマディーです。どうも、こんにちは。ありがとう。よいしょよいしょよいしょ。はい、じゃあステージの上に登ってもらいましょう。やかしょー、八代市からトーマピンです。それではですね、早速ご紹介をお姉さんの方にしていただきたいと思います。お願いします。皆さんこんにちは。お友達がたくさん来てくれました。八代市からやってきました。いただいておりますが、トマピンというお名前の方のお友達です。なぜ八代市でこの大きな、ね、トマピンがいるかと言いますと、みんなトマピンが好きですか？Yeah.
をゲットしていただきたいと思います。そして八代妙見祭、はい、こちらもですね、八代妙見祭は昨年の12月1日にユネスコの評価機関によりまして、八代妙見祭を含みます全国の33の山本の団体を中心に中にありますけども、その団体が一緒になりましてユネスコ無形文化遺産に登録されました。なのでよし、次ですよ。ヤブサメ、馬に乗ったからヤオでね、ヤブサメ、そしてサメとヘビが合体した、これは何だ、お姉さん、これは何だ、ね、ガメさんを現してくれました。サメとヘビが合体したと言われるガメさんがね、その八代妙見祭では皆さんにも愛される存在としておりますけれども、配信会場ですが11月23日、そして今日小屋の日が親ということでですね、中の方本町アーケードに、並べてありますので、一緒にゆっくりとご覧いただくことができます。間近で見ることができます。そして10月には子どもたちが妙見祭をやりますね。ちびっこ妙見祭ということで、子どもたちによりますちびっこ妙見祭を楽しんでいただきたいと思います。はい、そして今回トマピと一緒にやってきておりますが、トマピもですね、八代トマトデスタの事務局を FM 八代という八代にありますコミュニティラジオ局が務めております。はい、そこから今日ですねお邪魔させていただいてるんですけれども、この FM 八代は今年10月1日で開局20周年を迎えさせていただきます。もう皆さんのおかげでした、ありがとうございます。八代から来てらっしゃる方は、じゃあ熊本市内の方いらっしゃいますね。これ意外だと思った。はい、手挙げてくれました。熊本県内にはですね、今現在3つのコミュニティ放送局があります。これは阪神淡路大震災が起きましたけれども、その時に本家のコミュニティラジオ放送局が自分の市とか地元がですね、地元の生活の情報発信を行ったことから全国に広がったものです。ぜひ皆さんのお住まいの地域にもコミュニティ放送局がありますので、ぜひ情報をお伝えしていただいて、ぜひも大雨があったり、そして台風がやってきたりね、してますので、その時に大事なことを皆さんからお聞きいただきたいと思います。ぜひ地域に密着した情報をコミュニティラジオ局からね、ゲットしていただきたいんですが、FM やしろはサイバルラジオ、インターネット放送を行っておりますので、携帯電話をお持ちの方、スマートフォン、パソコンでも、聞いていただくことができますので、ぜひこちらも八代メイナー満載となっております。聞いていただければと思います。さあ、そしてやっとトマピンにたどり着きました。6つ目です。八代トマトフェスタということでですね、毎年トマトの、生産が行われております。冬トマトということで、冬にですねイベントを行っております。大体